信行控えるのじゃ。口が過ぎまする。母上、物言わねば腹膨れる思いにて吐き出すこと肝心にござる。それがし信行の申すことに腹立てませぬ。口過ぎれば仲たがいになりまする。今日はこのまま終わりにしてくださる。信行申せ。兄上には棟梁は無理にござる。お席にお戻りくださりませ。信行、そなたは弟ではありませぬか。信長、そなたは兄ではありませぬか。なぜ仲良くできぬのじゃ。親方様、お戻りにござる。ことがありますが、それがどこから訪れるものかは分かりません。この人もその一人だったようです。日本で最初にイエズス会の修道士になった男です。私が会う頃にはポルトガル語も話し、通訳の役目も果たしていました。No podemos hacer nada sin saber japonés. Tengo que aprenderlo más rápido posible. はい、そうでございます。はい、そうで。大きい、父、母、さよなら、こんにちは。よくできました。おー、メオデウス。ストラモルト。ノー、ノー、ノー、ノースタース。ノーポデモスサラシ。シンシン、ノーポデモス。テモスケレヴァロパラカザ。ポイ。シン。オラ、オラ。神父は都からの帰り、山口で初めて布教の許可をもらい、使っていない寺を住居として与えられました。彼はここから町へ説教に出かけたのですが、最初に重大な失敗をしたそうです。我らの神デウスを日本語で大日と訳してしまったのです。そのためにしばらくの間、日本人は神父たちを南蛮から来た仏教の僧侶だと思っていたそうです。
松葉城を攻め、織田伊賀の神様人質になられました。守護大名、ついに動き出したか。いよいよ打ち手の信長の首跳ねる時が参った。親父がおられば信長はただのたわけじゃ。A te breve. Obrigado.